初球ボール、5対5同点、ランナー3塁1塁、12回の裏。決めました。いやもう、はい、ね、まあ、しっかりと外野フライというよりもね、しっかり間を抜きにコンパクトに打ちに行きましたよね。そうですね、放送席、そしてホークスファンの皆様、ヒーローインタビューです。今日のヒーローはもちろんこの方、キャプテン柳田悠岐選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。4時間10分を超える激闘を制し、このお立ち台に上がったまず心境、その景色はいかがでしょうか。本当勝ててよかったですし、はい、もういい疲労が今溜まってます。はい、ありがとうございます。延長12回裏、1番の中村選手が出塁、2番の周東選手がきっちりと送って、近藤選手ヒット、いい形で打席が回ってきました。どんな思いでまず打席に入りましたか。いや、もうクイックが速いピッチャーなので、もうタイミングだけ、負けないように、あとはもう前に飛ばせばなんとかなるかなと思って、はい、タイミングだけ気をつけました。試合を決めるサヨナラ打を放った、その手応え、感触というものはいかがでしたか。いや、もう終わったんだなと、はい、やっと終わったんだなっていう感じです、はい、そして、まあ、今日は5回までは点を取られては取り返すという、まあ、点の取り合い、打撃戦、そして中盤以降は両者我慢比べのような形にもなりました。どんな思いで。いや、中継ぎのピッチャーがね、みんな、しっかり抑えてくれましたし、なんとかね、点取って勝ちたいっていう気持ちでした。はい、そんな中で今日一軍に復帰をしました牧原大成選手にも見事な同点ツーランホームラン生まれました。たまげました。はい、はい、そして交流戦前、まあ、最後のカードであります首位ロッテを叩いたという思いはいかがでしょうか。やっぱり上にいるチームなので、そういうチームをね、なんとか、叩いていかないと上にはいけないので、まあ、今日の勝ちは大きいかなと思います。はい、そして今日は
ダブルアニバーサリーデーということでキッズインタビューを行いたいと思います。それではお名前を教えてください。中野葵です。今日のキッズインタビュー担当するのは葵ちゃんです。小学校3年生なんですかね。では葵さん、柳田選手にインタビューをお願いします。お休みの日は何をしていますか？はい、スターバックスラテベンティーを飲んで、ミスタードーナツでドーナツを買ってバクバク食べて最高やなって言ってます。私は今小学3年生なのですが、小学3年生の時何を頑張っていましたか？はい、学校に休まず遅刻せず行って、授業中も先生の話を聞いて給食も残さず食べて、しっかり家に帰るまで真面目に生活してました。はい、あと野球を始めたのが小学3年生なので、はい、はい、野球を始めました。その柳田選手が小学校3年生の時に野球を始めた、同じ3年生の葵ちゃんがインタビューを担当してくれました。実は葵ちゃん、今日着ているユニフォームに選手のサインがあります。そのサインがなんと柳田選手のサインです。今グータッチです。葵ちゃん、柳田選手のサインのユニフォームを着てインタビューをする気持ちどうですか？柳田選手にインタビューができて嬉しいです。ねえ、素晴らしい。いや、もう多分今日葵ちゃんのおかげで僕ヒーローになれたと思ってるんで、もう本当ありがとう。今日はありがとうございます。さあ、交流戦前の最後のカード、首位叩きに成功しました。これからも厳しい戦い続きますが、それでは最後にファンの皆さんに一言メッセージをお願いします。今日もたくさん応援していただきありがとうございます。皆さんのおかげで勝つことができました。またぜひ足運んで、球場に足運んで応援来てください。今日はありがとうございました。見事なサヨナラ打でした。柳田悠岐選手に大きな拍手をお願いいたします。ナイスバッティングでした。そしてヒーローインタビューを務めてくれた中野葵さんにも皆さん温かい拍手をお願いします。今日のヒーローは柳田選手、12回に勝負を決める一打ということになりました。勝利の女神がついてましたね、今日はね。ついてましたね。お休みの過ごし方や学生時代のことも知ることができましたね。まあ、しかしこの一戦本当に接戦という中でね、このゲームを取れたのはホークス大きいですね。引き分けとね、やっぱり勝利では大きな差ですよ。じゃあ行きましょう。3、2、1。今日は4万人を超えるファンが集まりました。ペーペードーム12回のフルに戦って6対5、勝ったのはホークス。さよなら勝ち。